当にいいのか。私の禊に付き合う形で信長様に挑むなど。おっと、勘違いすんなよ勝家。俺たちはもともとおっさんをぶっ倒すつもりだったんだ。まあ先に立ち合わせてやるくらいはしてやってもいい。それだけだ。政宗様、魔王の信条、本能寺より火の手が。どうやら先客がいるみたいだぜ。参ります。私は長い、いない長い、気も遠くなるような時を経てようやくこの時を迎えられましたよ。ねえ信長公。くせ者が！こっちか！懐かしいな。あの日も私は火攻めを試みた。だが今はあの人は違う。さあ、必要ありません。こう私にとってもあるしよ。最後までお使いしとうございました。敵は我が目の前にあり。一心に行くあなたが私を憐れむのか。私がどう使われようとあなたには関わりない話だ。勝家、なぜあなたがここにいるのです。光秀様、あなた様がまた望まれたのか。大水を。私のこれとあなたのそれを一緒にしないでください。光秀、勝家、揃いも揃って打つけたものもの。こりゃおっさん狩りは早いもの勝ちだな。分かっている。ここまで来て譲れはしない。せくなよ柴田。お前には政宗さん、俺もいる。私のように生き続けずに済んだあなたは幸福だ。わけわかんねえよ。あんたにはわかるのか、光秀様のこと。なんでよりによって明智殿なのだ。信長様をお支えできる数少ない方のはずが。そうそう、恐怖こそが信長様の象徴なり。このお方の言葉にそれがしは救いを得たのだ。さあ。
こうして走っているだけでも震えがにじみ出てくる。それが生きてるってことだ。走る必要はねえぜ。タレゾウを世に語りかけたか。配下を守るが今日の務めよ。いざ。そう、空想界にはこと書かぬわ。引き込まれよ。さらなら専用わ。引き込まれよ。怖くてたまらねえ。逃げてえとも思わねえ。定めの螺旋よ、定めの螺旋よ、みんな急いで構えろ。さあ出せよ。切り札、やつが倒れようとまだそれがしがおる。天魔王の種を志すか。このひとときに水をいらせぞ。よろしく頼みます。ははから私が去る。私自身は消え去ることすら叶わぬという。サナメの螺旋よ。因果の水。引き込まれろ。サナメの螺旋よ。あなたは今の私を見てどう思われるだろうか。あの日のような失望だけはもう。行ってきな、勝家。魔の傀儡を否み、竜の傀儡となり果てたか。いや魔王、私は担いだ。誰が認めずとも私は柴田勝家だ。幾年越しの誓願であるか。よい、許す。もはや私はあなたの配下ではない。絶対無二の王に挑むただ一人の男だ。なぜそんな手をして遮られねばならないのです。あと一歩、あとわずかで私は私になれるのに。運がなかったらしい。いや、これもあんたへの罰か。今この時に何を求む。イモか、オーズか。もはやそれらを求める気はない。ただ一つ、先への希望が欲しい。行け勝家、お前の光を手にしてみせろ。悪業ならざる道に
関係あると思うてか。安らげずともこの身で歩める世界であれば。抜かせ欲人が。泣かずして雲井にあるか。山ほどと言いする。この我の死ぬべやしで大間が多よ。ひとたび生を受け滅せぬもののあるべきか。残るは者よ、その身ひとつ。それ以上の狼藉はお控え願おうか。いよう、いよう、制する夢に溺れるか。ハッ、跡形もなく走ってくれる。おのれ、紛れもなく制され、しかして制されざる者、貴様であったか。勝つ。信長様を超えたのか。ああ、お前の勝ちだ勝家。お前は切り開いた、自分の力で目を見開けたんだ。私は先を手に入れたんだな。ああ、そういうことだ。Here we go! 帰るぜ、勝家。一度。
乱世を駆け抜けた英雄、創世の道のり。新たな日の本は一人の英雄により築き上げられた。才を手に入れたのだろう。覚えがない。だが捨ててはいけない気がする。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。